お疲れちゃんです。ラットです。今回はですねこちらの、ゴレデッキをですね、使っていくんですけども、今ねそのライドラが出てから、このライトニングドラゴンですね、もうねこれが強すぎて、めちゃくちゃ強いってわけかわかんないですけど、強くてこのねライドラ入りのデッキばっかりなんですよ。でこれのなんかラバだったりゴレだったりジャイだったりディカポイだったりみたいな感じで、ライトニングドラゴンを使ったねいろんなデッキが紹介されてるんですけど、じゃあそのライトラに対してね何が強いのかっていうので、今回はこちらですね、ライドラを使ってない、ライドラに対して強い、デッキでございますっていうので、アイスイズベビドラの、最近のよくある方のゴレです。でスペルでロリババとかウッドがないんですけど、最近そのロリババが入りすぎて枯渇もそんなにないんでねっていうので、2スペですね。もうこれもなんかすでにテンプレとしてあるみたいなんですけども、それがね強いみたいなんで、今回はですねライドラを持ってない人とか、ちょっとライドラをがちょっと嫌な人用のに向けてですね、言っていきたいと思います。で一応ゴレデッキなので、ゴレデッキなんですけど、結構防衛力固めのゴレですね。っていうので、できるだけ前半は耐える形ですかね。よいしょ。しかも、墓石プラスのアイスイーツプラスベビドラあるんで、守ろうと思えば多分余裕で守れますね。よいしょ。なんで、後半の1分に入るまでは、相手とイチャイチャやっときますね。で、相手ザッピーとマジアチャ。ロイホグですね。普通に考えると、ロイホグデッキかなっていうので、まだイチャイチャしてきますね。よいしょ。ゴーレムは別に今のさっきのポイズン打たれた段階で出してもよかったんですけど、出さなくてもいいかなっていうので。で、ここでゴーストですね。トルネでキング起動してきます。そうすると後が楽なんでね。墓石で言ってあげて、あのエレキは別に無視でいいかな。多分優秀スケルトン優秀 OK。 墓石プラスランバープラスのキング起動してますけども、完封ですね。ロイホグよいしょ。でこれでランバーでもこれでダメージを取ったみたいなとこありますね。さあ残り1分20秒なんで、1回耐えてやるんですけど、こういうアイスイズに対して相手が上手いと端前マジアチャがあるんですよね。だからちょっと警戒して、出された時にすぐね対処できるような感じで警戒しとくと大丈夫かな。でここは1回墓石とかで1個低いですけど、大丈夫ですね。さあこれゴレ展開ですね。左か右、どっちでもいいですけど、左が削れてるんで、相手はペッカですね。これも分かってましたね。で、これは、あれですね。ランバーを防衛で避けたかったんですけど、裂いちゃうとあのペッカを突破できないので。でも相手は、ここで、ポイズン防衛ですね。で、こうされると意外と突破が苦しいみたいなのがあるんですけど。丁寧に行きましょう。焦らず行けばね。そう、これなんですけど、ペッカにも勝てちゃうんで。よいしょ。これはトルネ使っていいかな。やばい。で、できるだけ許容したいですね、ダメージを。やばい、これは許容やばい。OK。で、これは、このまま左側を押してあげれば、多分突破できると思うんですよ、これ。やばい。そっち見た。でもゴーレムがダメに入って、よいしょ。よいしょ。危ういですけども、OK。勝ったくね。多分。まだだったですけど、あと800なんで。やばい。これがだるいっすね。ここは相手が攻めてくるので、一回これ待って。やばい。それやばい。やばい。やばい。おや、このザッピーがなかなか厄介ですね。
これ気づいたら右側が落ちるみたいなのないかな。さすがにないか。さあ、でもあと、言うてあと少し、言うてあと少しの頑張り。これもアイスイズベビドラのトレーニング多分完封できると思うんですよね。よし。痛い、痛い。まあ、キングキッドがでかい。で、さあ。やばい。さあ、で、このままゴレ出したい。このままゴレ出したいんですけど。おーい、おーい、ゴースト危ない、危ない、危ない。やばい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 、まあ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 、まあ、やばい、待ってくれよ。オッケー、いいよ、頑張って耐えてる。やばいやばい、おい豚さん、やばい、おいマジやっちゃー、それはマジダメだわ。あー負けた。そんなそんな1本目だわ、1本目グレッチで終わったよもう。っていうので、はい、終わりました。最悪だ、負けだ。そういうこともあるか、そういうこともあるか。でも今のもね、勝てるんですよね、勝てる勝てるんですけど、まあ負けちゃいましたね。はい、っていうのでね、もうどうしようどうしようどうしよう、待って、グラチュラ始めになるもんな、始めでらしい。だから、まあ、1戦最後マルチでいいや。はい、もう今日は2戦だけですね。さっきはこれだ、もうこのゴレに勝って、うん、相手はライトニングドラゴンユニゴレで、まあ、今回もね、まあ、勝てそうだったけど、さすがにちょっとね、しんどかったっていうのがありましたねっていうところで、もうマルチでいいや。はい。っていうので、もうこれ勝って終わります。もう負けたから泣いた。さあ、マッチングはよ。きたーん。アークトムソン。これは、迫撃だ。こいつは迫撃だ。マジで多分迫撃だ。さあ、勝ちたい。でも、これ、ウッドとかロルババがないんで、いや、違うやんけ。ペッカか。ゴーストイコールペッカかロイフグの二択っすね。ロイフグだった。これでも、美味しい。これ吸ってあげて、ここでロイフグ飛ばしてきたら墓石あるんで、しかも。よいしょ！いいんじゃないの？さあ、まあ流れはいいですよ、今。お？ん？待って、え？マジアチェットランボ？はてな、はてな、はてなマークしかない。これ逆サイに単体言うのとか来たらうまいですね。でも相手のデッキが、あ、神器か。うおー、珍しい。今時マジアチェ神器だ。珍しいですね。これ、ポイズンでマジアチェ処理できなかった時、やばい。ピンチだ。これやばい。やばい。これ逆サイのコース痛いですけど、まあ、キング起動してるんでね。まあ、なんとかなりますね。よし。神器ということは、インドラがいますね。インドラちゃん。インドラちゃんが結構厄介なんですけど、まあ、後半に入って攻めトルネとか、まあ、トルネード使ってインドラ剥がせば、言うてなんとかなるかなっていうので、残り30秒、丁寧に耐えたいですね。これ、こっち入って、うわ、早え！俺のビビドラ、早え！そんなに走るの早いな、だるいな。これ、ポイズンポイントいいや。はい、楽してで、楽して、できるだけ楽して、はいはいはい、まあ、両サイドね。危ない、怖いわ！動画撮ってるとさすがに喋らなくなる。ん？マルチだから、マルチだと。喋らなくなりますね。マジ勝ちたいんでね。さすがに勝ちたい。この馬がビビドラトレーナー賞味突破するというか、あのマジアチャー処理したかったみたいなとこありますね。でもやばい、処理できなかった。やばい、こぼえポイズンだ。やばいやばい、困る。やばい、待って、負けそう。あー、もう待ってよ、インドラは聞いてないって。ちょっと待ってよ、マジインドラは聞いてない。本当にインドラだって突破できないやん、これ。
今ね、ライドラ用のデッキをさ、やってるんだよね、僕。困るな、マジで。マジで困る。そういうのじゃないんだよな、今やってるの。頑張れ、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 頑張れ。さあ、頑張って、頑張ってよ、頑張って。耐えれるよ、耐えれるよ。痛い、ランパ痛い、ランパ痛い。危ない。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ、いいよ、耐えてる、耐えてる、耐えてる。ちゃんと耐えてる。これカウンターでワンチャンでもないこともないんだよね。これ一応メガゴとかで防衛いい。これ歩くね、佐藤。ああ、しかも待って、今、インドルサイト。あ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。やばい、やばい。待って、インドルサイトとかそういう問題じゃない。お前、アイスイド、お前、佐藤敵だな。おお、やばい、やばい。待って、やばい、やばい。お、待って、待って、待って、ワンチャン左がさ、このまま、落とせ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 、落とさないよな。やばいやばいやばい。助けて、助けてほしい、助けてほしい。助けてほしいけどな、どうにもできないんだよな、これ。そうなるよね。で、真ん中にマジアチ来るよね。助けてほしいな。でも言うて、あと1800なんですよ。これ気づいてました、皆さん。そう、だからないことはないんですよね。やばい。なさそうだな。やばい。それ相手うまい。やだ、延命しないで。延命する人嫌いよ。やだわー、そういうの。相手うまいな、うまいな。いや、まだ耐えれるよ、まだ耐えれるよ。やめて。オッケー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 、いいよ。悪くないよ、悪くないよ、悪くない。やばー、もうスペル削りや。気づいた。っていうことは、相手は最後スペル削りに来るから、ここで攻める。で、インドラ来たらトルネで話剥がす。あ、ワンチャン間に合う。え、ワンチャン間に合うくね。あ、はい、ブロが良かった。そんなこと、あんね、もう。はい。もうダメだ。ダメなんすけど、聞いてください。これはライドラのデッキには強いんで、マジで。ちょっとこのペッカとかインドラとか聞いてないんで、はい。ということで、こちらね、マジ、使ってみてください。グラチャルとかで。本当に。結構強いんで、ライドラにはね、はい。ぜひぜひぜひ使ってみてくださいっていうので、ここも、はい、マギターンで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。